はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回もね、フィギュア紹介していきたいと思います。今回ご紹介するのは、ちょっと大きいんですけれども、こちらになります。ダンとね、はい、でかい、またでかい、ドラゴンボール、アライズっていうやつですね。それのベジータとナッパ、こちら多分新シリーズなのかな。あのね、結構ほんと箱がでかいんですよ、こうね。でこれはね、通常カラーと特別カラーっていうのがあったんですけれども、自分は特別カラーっていうのを買いました。まあプレミアムバンダイ限定ですね。はい、ちょっとこれ台座回るかな。あ、回るね。まあ、これでちょっと箱の外観を見ていただきたいと思います。まあ、こうやってね、ナッパとベジータのね、結構漫画では印象的なシーンだと思いますね。他の惑星に行って、ベジータとナッパがね、そこの宇宙人を、食ってるシーンですね。いや、これ何気に結構ね、特別カラーの方が売れてるんじゃないかと思ってね、なんか通常カラーの方が逆に貴重になってんじゃないかなと思うんですけれども、はいはい、という感じですね。はい、なので、こちらをね、早速開封して、見ていきたいと思います。はい、こちらじゃん。いや、でかい。いや、すっごいね。結構重いんだけれども、なんだろうな、これ素材としてはソフビっぽいような感じなんだよな。なんだろう、あのね、特別カラーなんですけれども、通常カラーはね、スカウターが赤で、でこの地面のところが普通のなんていうんですか、岩肌ですね。でこれはなんか地面がこうね、緑になってますけどね。でこうやって、宇宙人を捕食しているベジータ、まあ、原作でもありますよね、このシーンはね。じゃあね、ちょっと、カメラを持ってね、細部を見ていきたいと思います。はい、いやー、ベジータから見ていきましょう。いいね、このね、腕を引きちぎって食ってるとこ、よく再現されてます。いやー、いいねー、スカウターはクリアパーツ、はい、で銃、まあこれはこの宇宙人の銃。いやー、リアル、よく造形されていますね。やっぱね、なんだろうな、いつものフィギュアの素材とは違う感じだよね。なんか塗装もね、なんか、はみ出したりしてるんですよね。まあ、これがそういう味っちゃ味なのかな。で、
ケツのところにね、あの差し込み口があるんで、多分ね、これ外せるとは思うんですけれども、まあ、無理に外す、落としない方がいいかもしれない。まあね、原作では見れなかったこの背中の部分とかね、見れるっていうのはすごく貴重じゃないかなと思いますね、いや、いいね、面白い。まあでもどうなんだろうね、これはシリーズ化されるのかわからないんですけどね、多分こういうジオラマ的な感じで、まあ、展開していくのかな。まあでもどうだろう、見ようによっちゃね、ちょっと値段と釣り合わない感じがしますね、これ、2万7千円ぐらいですね、税込みで。なのでちょっと高いなっていう感じはしますね。相当なドラゴンボール好きじゃないとね、まあ、そこまで、して出さなくてもいいかなって思っちゃうな、ちょっと材質がほんとね、もうちょっとしっかりとしたフィギュアの材質だったらいいんですけど、なんかちょっとねチャッチさがあるかなっていうのは、感じちゃうかな。はい、まあね、こういう感じで一応ね、回転台座で、もう一度ね回して、お見せします。はい、あ、すいません、あとね、台座の方のね、ちょっと、まあ外観というかね、お見せしたいんですが、まあ、なんだろう、粘土質みたいな感じの、土ですね。で、裏がね、結構こんな感じ、ちょっと見づらいな、ほんと触り心地っていうかね、ほんとソフトビニールっぽいんだよな、こういう感じですね、バードスタジオ、まあこういう感じで、はい、なんだろうね、クレイっぽい、ソフビなのかな、やっぱり、まあ、ということでね、今回は、またねちょっと新しいシリーズなのかわかんないけど、はい、ドラゴンボール、アライズ、はい、こちらのベジータナッパ、はい、こちらをご紹介させていただきました。こちらは特別カラーとなりますんでね、通常カラーは、まあサイトで、見てください、というより、まあ、多分今乗っかってるかな、はい、ということでね、今回はこれにて、終わらせていただきたいと思います。ぜひねチャンネル登録とあといいねボタン、グッドボタンよろしくお願いします。まあコメントもね、随時受け付けてますんで、ぜひよろしくお願いします。ご視聴どうもありがとうございました。